天山丸は鉄道省の関府航路の鉄道連絡船。天山丸型の第一線である。船名は中国西部の天山山脈の名を取り命名された。関府連絡船には、金剛丸型が1936年から1937年に就航していたが、日本軍や万毛開拓団などを乗せて大混雑に見舞われていた。 1940年には1年間の旅客輸送数が200万人を突破し、乗客を積み残す事態に陥っていた。そこで、新たに、今後丸型とほぼ同一の天山丸型4隻の建造が決定した。設計は、鉄道省船舶課に所属し、宗谷丸の設計で実績があった、日垣貞尾が行い、傾斜した日本マストと日本煙突という優美な、 船型が話題となったほか、大焼け身では、当時の日本の商船で最速の23.264ノットを発揮した。混合丸型とほぼ同じ姿であるが、座席を増設して、旅客店員を増加したほか、一等、二等食堂の店員を3倍の72名に拡大し、三等食堂を新設した。夜行便として設計された混合丸型に対して、昼夜兼用だった。 天山丸には展望室を兼ねた休憩室が設けられた。戦時中だが、全客室の冷暖房設備や船内電力の交流化、球炭設備のベルトコンベアによる自動化などの改良は設計通りとなった。客室の長度は豪華で、3等エントランスホールの柱は総漆仕上げ、1等、2等エントランスホールのマントルピースには、 富士田津口による縦1.2メートル、横2.5メートルの天山山脈の風景画が飾られた。今、寝室、風呂付け化粧室からなる特別室は、吉田58の作風をもとに、三菱重工業長崎造船所の造船設計部、商船化装飾係が設計した。ただし、船体は連絡船標準色には塗られず、海力色の戦時系海色であった。 日中戦争と続く太平洋戦争の影響で官邸建造が優先される中第一戦の天山丸は三菱長崎造船所第880番戦として1940年11月19日に寄港した1941年中の竣工予定だったが官邸の建造が優先されて建造は遅れ1941年8月8日に 浸水、1942年9月10日に、巡航した。第2戦のコンロン丸は、天山丸よりおよそ1年半ほど遅れて帰港し、百9 4 3年3月に、就航したが、第3.4船の建造は中止された。姉妹船のコンロン丸も4月12日に就航したが、10月5日1時15分に、津島海峡の沖の島東北海里で、コンロン丸が、 米海軍の潜水艦和風の雷撃で沈没した。同じ頃、天山丸は、富山から下関へ向かう、上り便として航行し、夜が明けた10時30分に、下関から富山に向かう途中で、紹介中の海軍機から、混ン,ン丸撃沈の報を受けた。海軍機の誘導で沈没現場に急行した、天山丸は、特殊丸や昇慶丸。 生丸と共に生存者の捜索を行ったが、沈没から半日近く経過し、後天もあって、捜索ははかどらず、夕方までに4隻が収容できた生存者は、乗客479名中28名と乗組員165名中21名、乗船していた警察官や警備隊員11名中3名のみだった。 コンロニマールが撃沈されたことによって、寒府航路の夜間航行は不可能になり、10月8日以降、寒府航路は駆逐艦の護衛を伴う昼間航行に限られ、旅客は軍人と公務員、それらに準じる緊急用務者のみ、貨物も手荷物と軍需品、新聞のみに制限された。11月1日、鉄道省と停心省が統合され運輸通信省が設立されたのに伴い、 天山丸を含む鉄道連絡船も移籍した。1945年春になると関門海峡に B-29 が投下した機雷による被害が相次ぐようになった。5月19日、運輸通信省が運輸省に改組されたのに、伴い運輸省鉄道総局に移籍した。6月20日、機雷により関門港が使用不能になり、津島海峡も 空襲や雷撃による被害が悪化したため、関府航路は事実上閉鎖された。7月になると、無傷で残存していた、天山丸と、特樹丸、小慶丸は、日本海に脱出することとなり、大古素港近くの黒田湾で食料の搭載を、行った。7月28日朝、エトルフ型解剖艦艦,艦樹、万樹に護衛された三隻は、大古素港を出港し、沖諸島へ向かった。 13時55分、西の島3度、先東大沖で、アメリカ軍の戦闘機が飛来し、戦型が最も大きい天山丸に攻撃が集中した。最初に命中したロケット弾が煙突を直撃して、機関室に到達、続く爆撃と、機銃奏者で天山丸には、火災が発生した。機関室が破壊され自力航行できなくなった、天山丸は、 修理のため栄光されていたが、7月30日午前5時30分ごろ、先、三沖約26キロ地点付近で浸水して、右舷側から沈没した。アメリカ側の記録では、沈没地点は、北緯35度40分統計132度39分、北緯35.667度統計132.650度、35.667132.650としている。 船脚を乗せておらず沈没まで時間がかかったため、戦没者は2名にとどまった。太平洋戦争中、同じ天山丸の名の船として、元大連機船の貨物船で、舞鶴沈寿府所管特設運送船の天山丸と、日本有船貨物船の天山丸がある。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA 白命に終わった最後のカンフ連絡船天山丸、コンロン丸、世界の感染通貫631州会認者、P150 から 153ABC 三菱造船、創業100年の長崎造船所三菱造船、1957年、P562 から 563ABCD、チャプター7、1945、 The Official Chronology of the U.S. Navy in World O2 Hyper Hour 2014年12月1日閲覧 ABCD の真久し山田道夫世界の感染別冊日本の客船1868から1945解任者1991年 ISBN4 から905551から38から 2P220AB 初めて日の目を見る戦果に消えた最後の、カンフ連絡船、天山丸、コンノ丸カラースキーム、世界の感染通貫631周回忍者、P130 から131、ありがとうございます。